あのね、波川君とか自分の顔も思いっきり映してたよあと外の景色とかも映していただいて、ね、全然。これがミキさんお気に入りのハンドルですね。そうです、これいい具合のハンドルですね、うん、円じゃないんですね、うん、ちょっと横がシュッとしてる、うん、そうこれはこれで握りがいい、はい、やっぱね、車によっていろんなね、ハンドル一つとってもデザインがあるから、うん、それ面白いね。これなんだろう、この包まれてる感じ俺好きなんだけどな。あ、こうなんだろう、コンパクトですごい近くにいろんなものがあるから、うん、なんか落ち着くんですよね、その、うん、こたつに入って全部手が届くじゃないですけど、うん、ちょっと表現がね、日本的に。いやいや、いいんじゃない、わかるわかる、なんかすごい安心する、ここにいればなんか全部届くみたいな、うん、あとここがさ、はい、普通こういう風にエッジが効いてないじゃない、はい、大抵のものが、はい、だから逆にこここの、はい、そうだね、移動1時間以上かかるわけですけど、うん、それだってポケモン始まった頃とか、うん、別に悪い意味じゃなくて正直耐えられないですよ緊張しすぎて。なるほどなるほど、まあ、ポケモンの前からね、あのマギとか、あ、マギね、そうですよ、食事あの飲みとかも、あの最終回のアフレコが終わった後とか、うん、行かせていただいたりとかして、うんうんうん、なんか頑張ってるなって励ましてくださったりとかあったんですけど、うんうん、なんかそれでもやっぱ毎週お会いしてたわけじゃないし、そうね、うん、なんかだからポケモン始まった頃とかも2人であの終わった後お蕎麦食べに連れて、そうで、まあもういても立ってもその楽しかったはずのディズニーが、うん、まあ、もちろん楽しいんですけど、うん、その喜びの方がすごくて、うん、ちょっと落ち着かないからちょっとごめん先帰るわって言って帰りに全然お金ないのに、なけなしのこうバイト代でその原作をこう初めて大人買いするっていう、うん、すげえドラマだね。いやー嬉しく、まあその前に一個ね、すごいこう惜しいとこまで行ったオーディションに落ちて、うん、本当に絶望してた年明けだったんですよ。あ、年明けに決まったの？そうですね、まあ、年明けてか年越して受けて、そのちょっと後に決まったってことですよね、うん、